ビズリーチの CM で美人女性社員を演じ注目を集めるほか、リクオー、グランメゾン東京に出演するなどドラマ、映画、CM で活躍されている吉谷彩子さん、2020年4月から、破天の品格に出演します。どんな経歴をお持ちなのか、竹内涼真さんとの熱愛報道や子役時代、高校や実家、兄弟についての情報はあるのかなど、気になったので調べてみました。吉谷彩子さんのプロフィール。名前、吉谷彩子。出身地、千葉県。生年月日、1991年9月26日。年齢、28歳、執筆時。身長、155センチメートル、靴、22.5センチメートル。血液型、AB 型。家族、3人兄弟の末っ子、兄が2人いる。出身校、日本大学芸術学部映画学科演技コース卒業、高校は非公表。職業、女優、所属、トライストーンエンターテインメント。趣味、漫才を見ること。特技、陸上、短距離、エレクトーン。好きな食べ物、ペペロンチーノ、ハンバーガー、チョコレート。嫌いな食べ物、わさび、うなぎ。好きな男性のタイプ、優しくて、笑うと顔がくしゃっとなる方。好きな言葉、才能は長い努力の賜物。これだけは他の人に負けないこと、家族愛。母が好きで、いつも相談に乗ってもらっています。経歴、幼少の頃、とても人見知りで、劇団に入ったら人見知りが改善するのではないかと母親が考えて入団。1996年、TBS テレビドラマスペシャルドラマ、最後の家族旅行で子役としてデビュー。1997年、心療内科医、涼子の知恵子役で注目を集めるなど、子役として活躍します。心療内科、涼子は、室井茂さん主演、吉谷彩子さんは、知恵子ちゃん、6歳。役で出演、時々、涼子、室井茂さんの前に姿を現す少女、涼子の心の中に存在するインナーチャイルドで実在しない、涼子が苦しんでいる時、助言をする、という役柄でした。このドラマは、現実離れした内容だったのか、病院などからの抗議が多くあったなど、いろいろ話題のあった作品のようです。中学、高校時代は学業を優先。中学、高校時代は陸上部に所属していました。日本大学芸術学部進学後、芸能活動を再び本格化させます。2010年公開のホラー映画、天罰で映画初主演を務めます。2012年にはテレビアニメ、謎の彼女 X のヒロインの浦部美琴役で声優の仕事に挑戦し、オープニング及びエンディングテーマの歌唱も担当。2016年、ビズリーチの CM で女性社員を演じ、あの CM の美女は誰、ビズリーチ CM のショートヘアの子が可愛い、など話題となります。2017年、TBS ドラマ、陸王では、小ハゼ屋の法制化最年少の従業員、中下美咲役を好演し注目を集めます。2018年4月より、藤田ニコルさん、川栄里奈さんと共に東京シティ競馬の2018年イメージキャラクターを務めます。2019年4月、フジテレビドラマ、ストロベリーナイトサーガで、佐田智子、埼玉県警察捜査第一課巡査役。2019年、TBS ドラマ日曜劇場、グランメゾン東京では、生意気なパティシエ、松井萌役を演じ、再び注目を集めます。その他、大河ドラマは2001年の、北条時宗、2002年、利家と夏、2013年、八重の桜に出演。NHK 連続テレビ小説、朝ドラは、2010年、ゲゲゲの女房、2012年、梅ちゃん先生、中黒京子役で出演するなど、ドラマ、映画、CM など、多くの分野で活躍されています。次ページ、竹内涼真さんとの熱愛報道や性格やお笑い好き、目標や美容、新ドラマ、破天の品格に、について。熱愛彼氏は、吉谷彩子さんは、2018年12月に、
竹内涼真さんとの熱愛スクープがフライデーに掲載されました。竹内涼真さんの自宅と見られる都内の高層マンションから二人がタクシーに乗り込む姿や、タクシーからタクシーへ二人が一瞬で合流する瞬間などをスクープされていました。当時、吉谷彩子さんは27歳、竹内涼真さんは25歳で、2歳差ではありますが竹内涼真さんが年下だったということで、当時人気絶頂の竹内涼真さんの恋愛観についても言及されていました。吉谷彩子さんと竹内涼真さんとの半同棲とも報じられ、吉谷さんが、竹内さんのマンションから外出する様子なども伝えました。竹内さんの知人によると、2017年のドラマ、陸王での共演で二人は意気投合。急接近したとのこと、お互いアスリート肩身なところにも惹かれ合ったのでしょう、と話しています。二人は竹内涼真さんのマンションで暮らし始めて半年ほど経っているとも伝えていました。2018年12月の熱愛スクープから1年以上経っていますが、その後二人は続いているのでしょうか。調べてみましたが、竹内さん、吉谷さん二人の熱愛報道は出ていないようです。お笑い好き、性格は？吉谷彩子さんは、お笑い好きだそうです。吉本新喜劇に出たい、辻本茂雄さんとローテーショントークをしたい、と、2017年のインタビューで答えていました。ドラマ陸王では、吉本新喜劇座長の小籔千豊さんと共演した際、吉本新喜劇の出演を直訴したというほど。吉谷彩子さん自身は、お笑いで言うとボケだと思っているそうです。吉本新喜劇の辻本茂雄さんにツッコミを受けたいとのこと。普段もマネージャーからツッコまれることが多いのだそう。私物のカバンが汚れていたので、ボディソープで洗ってしまったそうで、綺麗になると思ったら、ただいい匂いになっただけ。まだ汚くて、と答えています。吉谷彩子さん、ドラマではテキパキとした印象ですが、実際の印象は、天然、ほんわか、とした印象の方のようです。吉谷彩子さん、吉本新喜劇の出演は実現したのか、調べてみましたが、そういった情報はありませんでした。今後、吉谷彩子さんのコメディやバラエティ番組への出演が楽しみです。キャレットキャレット。吉谷彩子さんの今後の目標は？2018年のインタビューでは、目標は幅広く演じられる、引き出しの多い女優さん、と答えています。幼い頃から憧れているという、キキキリンさんといつか共演したい、と願望を明かしていました。今後は、がっつりコメディとかすっごいシリアスな作品に挑戦したい。殺人犯とかちょっと変わった役をやってみたい、と言います。続けて、ハリウッドの方に多いんですけど、病気になる役ですごく痩せるとか、逆にすっごく太るとか、一つの役のために集中している過程が魅力的で素晴らしい。そんな風に集中して思い切り役作りできるような作品に出会えたらいいなと思います。日常生活も含めてがっつりと、力を込めて演じられるものがあったら、と女優としてのこだわりを語っています。吉谷彩子さんは、美容の秘訣もあるようです。吉谷さんは時間があればスポーツジムへ行き、筋トレとランニングで汗を流しているそうです。運動後は、玄米を食べるそう。料理も好きで、体のことを考えながら料理をしているとのこと。玄米やタンパク質を摂ることも心がけているなど、さすが元陸上部ということもあり、アスリート的な観点も持っているようです。新ドラマ、派遣の品格、第2シリーズ。2007年に放送されたドラマ、派遣の品格の13年ぶりの続編となる、派遣の品格、第2シリーズが、2020年4月から始まります。一匹狼の最強派遣社員、大前春子が、働く様を通して、新しい時代の働く者の品格を問う、という作品。篠原涼子さん主演。小泉孝太郎さん、大泉洋さん、山本舞香さんが出演します。
吉谷彩子さんは、辛い経験から契約更新ごとに怯える中堅派遣、福岡亜紀を演じます。吉谷さんは、私にとって、強くて憧れる、スーパーウーマンとの初めての出会いが大前春子だったので、出演できること、共演できることが、言葉で絶対に伝わらないくらいに嬉しく、光栄なことです。と、出演の喜びを語りました。どんなドラマ、演技が見られるのか、楽しみです。2020年も大活躍の予感です。以上、吉谷彩子さんについて、でした。